芸大へ行ってみた。私、異世界情緒が東京芸術大学で推しの次世代スターアーティストを見つけ出します。推しスタ。東京芸術大学は日本で唯一の国立総合芸術大学で、芸術を志す学生が憧れる日本を代表する大学なんです。本日お邪魔するのは茨城県にある取手キャンパス。芸大って上野だけじゃないんですね。どんな施設があるのか楽しみです。ん？あれ？誰？芸大の先生？こちらは東京芸術大学美術学部先端芸術表現科の八谷和彦教授。実はこの八谷先生、とっても面白いアーティストなんです。映画風の谷のナウシカで主人公ナウシカが乗る飛行機メーベを現実の世界でも飛ばしてみたいという思いから、13年もの開発期間を経て実際に作っちゃったんです。しかも一から飛行技術を学び、なんと自分で操縦。ナウシカのように大空をメーベで駆け抜け、夢を叶えちゃったんです。すごすぎます。そんな八谷先生にズバリ聞いてみました。はい、今日、ご紹介するのは東京芸術大学美術研究科先端芸術表現専攻を修士2年、東光一郎さん、岡智美さんです。先端芸術表現科は写真、映像、インスタレーション、パフォーマンスアートなど様々な表現を探求する学科です。二人は一体どんな作品を作っているの？まずは東光一郎さんの作品。ん？東さんが自転車を漕いでる？うわぁ、タイヤがいっぱい。何これ？車輪が大量に連なってる作品なんですけど、人間の漕ぐスピードとか、例えば漕ぎの疲れ具合だとか、そういうものでもこの動きにムラが出てくるので、自転車の車輪っていう無機的なものなんですけど、こううやうや動いてる風に見えるのが有機的な感じに見えるというか、それが結構面白いなと。車輪の数はなんと56個。形や種類も微妙に違うので、近くで見るのと遠くで見るのでは違った印象を受けます。ライト回って反射板が結構綺麗に見えたりするので、結構なんか僕はこれ全体をこう広い海にこう例えると、海の中をキラキラこう浮遊しているように見えるななんて思ったりしています。東さんはこの作品でサロン・ド・プランタン賞を受賞。この賞は最も優れた修了作品に与えられる賞です。おめでとうございます。東さん、どうしてこんなにたくさんの車輪が回る作品を作ったのですか？コロナっていう、こう圧倒的に勝てないものに対してどうやろうかって、いろんな日本がこう頑張っているけれども、なんか結局結果にこうすぐ出てこないみたいな、でそれちょっと空回りしてるなっていうふうに感じて、そうコロナ禍の社会を僕は空回りというふうに捉えて、車輪を連ねる作品を最初に作ったんですけれども。こちらも自転車の作品？あれ？自転車が回り出した？何これ？自転車って自ら転がる車って感じで書きますけど、どこが自転してるのか僕には分からなくて、僕にとって転がるって言うとこうなんですよね。自転車を言葉の通りに自転させてみたという作品なんですけれども。その名の通り、自転する自転車。でもよく考えたらこの作品もモーターで回転させているので、結局自転車は自転していない。だから作品名は多転車って言うんだって。こちらは
ん？自転車のペダルの部分がコピペされている画像？ではなく、ペダルの部分を実際にいくつも作ってつなぎ合わせて、まるでコピペ画像のように見える不思議な作品。ここの部分の型を取ってアルミで鋳造してつなげてやったんですよ。なんか画像の切り貼りすごい簡単なんですけど、それをこう実際にやったら絶対面白いじゃんと思ってやってみたんですけど。でもどうして東さんは自転車の作品ばかり作るの？そんなに自転車が好きなの？気になる答えは後ほど。一方、岡智美さんの作品は？うわぁ、暗い部屋に古い掛け時計がたくさん。なんだかちょっと怖い感じもするんだけど、これは何？一緒に過ごしてきた時を思い出すかのように、その早々の消えかかっている風習っていうのを思い出していくっていうような作品になってますね。岡さんは早々、いわゆるお葬式をテーマにした作品を作っているんです。でもどうしてお葬式なんですか？まあ、仮装とか葬儀もまあパッケージ化されているというか、でその中で日本全国の残されている風習っていうのを調べると、願いが込められているものだったり、その理由があってやっていく儀式っていうのがたくさんあるんですね。でそれを感じてほしいというか、忘れられていく日本のお葬式の風習を今に伝えていきたいという岡さん。よく見ると時計の文字盤が反転して針も逆回転しています。作品のタイトルが逆さごとというタイトルなんですけれども、死人が出た際に通常の日常的な動作の行う順番を反対にするっていうのを逆さごとと言います。でこの時計がこう反転していくと、消えかかっている民族風習を思い出すように再生されていくというような作品で、古くから死者の世界は現世とは真逆に表現されてきました。亡くなった方が迷わないように着物の合わせを逆にしたり、枕の向きを逆さにしたり。岡さんの作品にはさらに仕掛けが。時計のこの普通はまあ振り子が入っているところに映像が入っているんですけれども、その映像っていうのが日本全国に残っているけど消えかかっているような早々に関する民族風習をもとに制作されています。古来日本に伝わるお葬式の風習を映像で映し出しています。枕元に置いている屏風を逆さにする、逆さ屏風をもとにして制作した映像です。ここに逆さまの幽霊っていうのがありまして、人間を逆さまに描くことでこれが幽霊だぞというふうに分からせていたっていう時代があったので、逆さまの幽霊っていうのがこう通っていくっていうような映像になってます。こちらの作品はどんな風習を表現しているのでしょう？これは黒電話が奥の方にあって鳴っているんですけれども、エジソンがスピリットフォンといって、あの世に交信ができないだろうかっていうことをずっと研究していたっていう話がありまして、あの世と話したいってなった時に電話を通じて、その音声を通じて交信ができないだろうかっていうことは結構試みられていたっていうことがあってと電話を入れています。へえ、ちょっと不気味だけど面白いですね。でも岡さんはどうしてお葬式の風習に興味を持ったの？これの作品を始めたきっかけとしては、私の祖父の死っていうのがありまして、1年前ぐらいに亡くなったんですけれども、その際にまあコロナの状況とかもあってあまり最後何もできなかったっていうことがあったんですけれども、その時に私が最後に青い紫陽花の花を祖父の棺に入れたんですね。で火葬が終わってみると、その遺骨がその入れた青い紫陽花の色に染まってまして、私はそれを見てなんかすごく美しいと思って、その時の思いを込めた作品がこちら。青い紫陽花が涙を思わせる雨に濡れて徐々に白く変化していきます。
古い家具とかってすごくなんかあの記憶を溜め込んでいるような感覚がすごくあったので、それと映像を組み合わせればその古い家具が語ってくるような作品がその記憶を引き出せるんじゃないかっていう。独特な世界観の作品を作り続けてきた岡さんの推しスタポイントを八谷先生に聞いてみました。全体の雰囲気としてちょっと怖い感じあるかもしれませんけど、よく見てるとなんか懐かしいとかそっちの方が多分あの思い返されると思うんです。それぞれに家族がいて、まあ、お葬式の経験があったりとかして、あの装置を通して観客が自分の記憶をこうなんか掘り返されるようなところが彼女の作品の良さだと思っていたりとかします。推しスタ。一方、自転車を使った作品ばかり作る東さん、どうして自転車なの？こう地域をこう散歩してこう地域を調べていると、あの使われなくなってしまった自転車がこう家の中にいっぱいあることに気づいたんですよね。でそれでその地元の人たちに話してみると、あのずっと前に使っていたとか、息子が使ってたけどもう使わないからずっと10年以上置いてあるんだよねみたいな話を聞いたりだとか、自転車の止まってしまった時間や記憶というものをあのもう一度こう動かせないかというふうに考えて、こういう形で動かす、これ自転車にまあなんか新しい命を与えるようなそんなことができてるんじゃないかなと考えています。放置自転車に着目してそこに新しい命を吹き込んだ東さんの作品、その推しスタポイントとは？まあ、まずこんなでかいのを終了作品で作る学生はそもそもあんまりいないんですよ。スケールはやっぱり大事なんですよね、はい。でもう一点は、あの東さんはあのずっと自転車にこだわって作ってきて、それこそ学部の学生の2年とか3年の課題からあの自転車をあの自転車をカットしてつなぐみたいなことをずっとやってきたんですよ。ある種異常なこだわりがある人が作ったものってやっぱり面白いんですよね。東さんは自転車の作品をさらに進化させたある夢が。でこう今は一応パフォーマーがこう乗って、回してこれを鑑賞するって見るっていう形なんですけれども、後々こう公園の遊具的な感じで誰でも乗れるような感じにして、それがあの人が体験することでもっとこう変化していく、なんかそんなものを目指しているというところですね。推しスタ。皆さん、私異世界情緒が見つけた次世代の推しスターアーティストはいかがでしたか？自転車にこだわり続ける東さんの作品、使われなくなった自転車に命を吹き込むことで見る人に新しい気づきを与えてくれます。古時計と映像を組み合わせた岡さんの作品、日本の消えゆく風習を伝え懐かしい記憶を呼び起こしてくれます。難しいかもと思っていたアートの世界をちょっと身近に感じることができました。では次回推しスタもお楽しみに。チャンネル登録お願いします。